母さんもやっぱ気にしてました。気にしてたっていうか、その周りのやっぱ子供たちのうるささとか、うん、喧嘩の声とかが近所にこうね、こう、ああ、あの必ず言ってる、すいませんねうるさくてって言って、もうそれで、あのすみませんで終わり。あ、もうあらかじめね、もうあらかじめ、うんうんうん、で、あの一戸建てっつっても、うち、あの4軒だけが密集してたけど、あともう皆さんがのものすごい大きいお家ですから。うん、ただお母さん逆の立場だったらこれどうですか、お母さん例えば、うん、やっぱりあの前マンションに住んでた時に2階の方が、はい、うち1階だったんですけど、はい、ご商売やってらっしゃる方で、はい、あの男の子1人だったんですけど、はい、帰ってくるのがやっぱり10時ぐらいになっちゃうんで、だからそれから12時ぐらいまでその男の子はやっぱ親がいるから嬉しくって、はい、なんていうの、椅子からボーンと降りてみたりとか、はい、もうすっごかったんですよ。で、直子が生まれたばっかりで寝てるんだけど、もうその音で目が覚めちゃったりとか言って、あれはちょっときつかったですね。え、その時やっぱりこうちょっとこう文句、ああ、いや、だからその時はほら大家さんに、ああ、そうそうそう、借りてたから、すいませんって言って言ってたけど、そう、まだマンションだったから、まだね、言えるところがある。この人の場合戸建てなんで、なかなかそういう、うん、だから、ね、本当だったら、あのその親御さんの方が顔出して、うん、もう本当すいませんねって言って、その一言があればきっとね、それほどじゃないと思うんですけど、でも今ほら幼稚園の声がうるさいから、あの作っちゃいけないとかなんとかってやるでしょ。お前子供の時なかったのかいっていう感じなんだけど、でもみんな立場が変わるとね、もうみんな変わってっちゃうんだよね。うん、はいはいはい、だから自分だって子育てしたし、自分だって子供の時あったし、騒いだろうしって言うんだけど、うん、うーん、難しいよね。だからね、その、うん、今ね、人にね、物を言うっていうのは本当難しい。うん、難しいですね。難しい。だからね、我慢しなくちゃいけないんですか。もう金がんだったら防音装置作れなって。うそうですね。自分で守るしかないというかね。守るしかないっていうところがあるんですよね。ここがね。そうですよね。だからね、本当に放任主義っていうよりも、やっぱり、今ね、なんつうの、ちょっと前 の、 あのモンスターペアレントの子供さんたちが倍増、はいはい、そのもっと上のモンスターになってるらしいんですよ。だから先生たちがもうへきへきとしちゃって、心を病んで、その子供たちが親になって、そうだから、その親がそのもうモンスターで学校にガンガン言ってるのを見てて、それが当たり前だと思った人たちが親になっちゃって、そのもう倍増し、そのやってることがもっとエスカレートしてる、親よりもエスカレートしてるっていうのが今社会問題になって、先生たちが心をへきへきして辞めてきてしまうっていう人が多いみたいですよ。大変ですよね。だからそういうものもあるんで、やっぱり親御さんとコミュニケーションを取るっていうのが一番だと思うし、うん、その親御さんとコミュニケーションを取っていけば、やっぱり、言えることも言えてくると思うし、うん、でもね、コミュニケーション取ったからじゃあ言えるかって言ったら、また難しい、はいはい、本当に難しい、うん、これは、けどこうやってね、普段からこう顔も合わせたりするでしょうしね、うん、その例えば近所の人 だ、うん、だったらね、うん、お母さんそういう時ってこう実際に言われたことってあります？周りからちょっと石田さんうるさいんでちょっと静かにしてもらえませんかとか。あんまりなかったね。あんまりなかったですか、うん、あんまりなかったね。お父さんの声すごいねって言うなきゃすみませんってお父さんが一番うるさかったっていう。うるさかったな。